おはようございます。おはようございます。静岡県の西伊豆にやってまいりました。今日はですね、久しぶりにしっかりと深瀬釣りでメジナを狙っていきたいと思います。はい。はい、最近夏っていうこともあって、いろんな釣りをしてふわふわしてましたけど。急になんか寒くなってきたんで。そうですね。だいぶ気温も下がってきたんで、まあそろそろメジナが出てきてもいい頃かなと思ってます。はい。はい、何やらジャーニーさん、大会に出るそうじゃないですか。坪健師匠たちと一緒に、あの、ダイワのグレーマスターズに出場することになりました。まあ、そういうのもあってね、深瀬釣りの練習っていう意味も込めて、メジナをしっかりと狙っていきたいと思います。さっき、はい、汗まいて、はい、海の中チェックしてみたんですよ。はい。そしたらね、なんかいつもと全然違う。本当ですか？うん。あの、前屈台もいないし、そうですね。結構下の方に、はい、多分シマアジみたいな魚影があって、そうですね、なんかいましたね。でね、そのさらに下に、はい、メジナらしき魚影と、あとこんなに大きな、なんか胡椒鯛みたいな魚、なんだろうね。さすが西伊豆、魚影が濃いですね。なんか美味しい魚の中にでかい魚が紛れてるみたいな魚影の感じでした。期待できそうですね。釣ってみないと分かんないんですね。そうですね。それで、今回は、はい、あの大会の予行演習ということもあって、大会では5匹のメジナを揃えなきゃいけないんですよ。ああ、そうですね。はい。で、今日はまあ泉先生と2人でやるんで、あの2人で5匹。うわ。弱っ。まあまあここでメジナ釣りするの初めてなんで、まあとりあえず地形のチェックもしながら。はいはい、2人でなんとか5匹のメジナを揃えましょう。そうですね、はい、あの大会と同じく25センチ以上のメジナを5匹揃えましょう。そうやって言って揃えられたことない気がする。そうですね、特訓長考今までも何回かやってますけど、目標を達成したことがありません。なんならノーメジナだもん。はい、まあそれでは今日は、はい、なんとか2人で5匹のメジナを揃えられるように。わかりました。頑張りましょう。頑張ります。それでは今日も張り切ってお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。エンジョイジャパン。泉先生ヒット。メジナだ。お、メジナっぽいですね。体操サイズありますか。どうだろう。一応タモ入れしてみますか。はい、さあ泉先生、久しぶりのセルフタモ入りました。入ったさあちびですが、メジナです。わーい、すごい嬉しい感じなんです。おながメジナですね。これ25センチありますかね。ありませんね。一応測ってみますか。いや、速やかにお買いいただきました。一応ほら、基準として。いや、無理です、これは。お、意外に20センチぐらいあるの。20センチさあ、この25センチの壁を打ち破ることができるんでしょうか。あと5センチじゃん。はい、そうですね、あと5センチです。いけそうな気がしてきた。はい、まあでもメジナがいることが分かりましたね。小泉先生またヒット。お、お、いいメジナじゃないですか。さあ泉先生絶好調です。おお、ナイス。あれ、これでもちょっとこれいいんじゃない。意外にこれ来たんじゃないですか。いや、ちょっと採寸しましょう。採寸。いや、これ来たっぽいよ。来たっぽいよ。こんなちっちゃい魚で。はい、25ここです。うわ、来てね。25ここです。足りねーって言ってる。惜しい。20 3センチ。あ、でもサイズアップしてる。サイズアップしましたね。あと2センチです、はい、ごめんよ、ごめんよ。今のところノーメジナ変わらず。でも泉先生絶好調ですね。そうですね。
今どんな仕掛けなんですか？ G2 の沖に、はい、いちいち面白いことしなくていいですよ、ジム先生。 G2 の沖に、はい、これね、はい、に4号の針、はい、ちっちゃめの針なんですよ、はい、そしてなんとノーガンでやってるんですよ。へー、先にキャストして、はい、後からパラパラコマセを巻いて、お同じ感じでこう流していく感じ。おお、なるほど、自然に見えてるのかもしれないですね。そうするとわーいみたいなメジナが食ってくるわーいぷくっみたいな。じゃああと2センチ。そうですね、サイズアップお願いします。どうにかなるでしょう、頑張ってください、はい、だからもうちょっと下の方で食わしていけばいいわけだから。そうですね、少し外してコマセをキャストしてみます。はい、じゃあお願いします。はい、なんだこれ、ブダイか、ちっちゃいブダイ、ブーちゃんだ。ちっちゃいブダイです。この刺身、刺身うまかったね。おー、来た、来ました。バシバシ釣り上げております。はい、ナイスー。見たことない、ぐさばかりしてる。これは25センチはないですね。リリース対象です。泉先生、ちょっとやり方を変えないとそのサイズアップしないんじゃないですか。考えてますか。なるほど。さあ、何やら泉先生が今日は覚醒しております。お、来た、来ました。泉先生絶好調です。しかしまたもや計測不能サイズです。泉先生、何、雨が降ってきてしまいました。こんな雨で絶対へこたれない。絶対乗り越える。そんな、今までどんだけね釣りしてきて釣れなかったと思ってたから、もう今こんな釣れる状況でミスミスこんな逃すわけじゃないじゃん。そうですね、こんな雨ごときに負けてらんないですね。こんな雨で絶対もうやり過ごす。いいよ、はい、おい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 、あれ、いや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 、叩いてるだろう、またこれは。いやいやいや、この叩き方はあいつでしょ。あの子でありませんように。なんだよ、岩の岩と同じ色してる。でもいいアイゴだね。いいアイゴとかあるんすか。うん、あれこのサイズなの。何ですか。水菜が釣れました。かわいい、最近まれに見るかわいさ。さあ、これ測ってみましょう。15センチだよ、15センチ。早く返さなきゃね。おお、すごい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 。すごい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 。いけ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 。頑張れ頑張れ頑張れ。そんな中、俺は絶賛寝掛かり中です。切れた？切れた？
残念。私は絶賛寝がかり中です。めちゃくちゃ困りましたよ今。そっち行くこともできず。お、泉先生、またもや。またもや来ました。再生お願いします。こいつはなかなかいい形じゃないですか。てれー、25センチ、すごい、ジャストぴったり。狙い通りの25センチを釣り上げております。こんなちっちゃいな25センチ。いや、ただのちっちゃいメジナでした。お、お、あれ、あれ、測ってみましょう。25センチあるかも。あるかも。ないかも。ないかも。でも綺麗なメジナだね。綺麗だね。回遊のメジナです。あ、綺麗だね。やりました。はい。測ってみて。採寸場行きます。あ、これギリギリ。行け。いた。行きました。25センチ、ジャス、2匹目です。背伸びたでしょ。やっと2匹目ですよ泉先生。多いね泉先生。だいぶ沖でなんかわしゃわしゃ言ってる。お、お、泉先生早速ヒット。お、どう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 。お、いいねいいねいいね。さあ、あとはメジナかどうか。よいしょ。うわー、メジナー。ナイスー。しかもちょうど良さそうなサイズ。採寸してみましょう。でれー。伸びよ。よし。ジャスト。25センチ。25センチジャスト。すごいね、本当にぴったり25だね。泉先生、はい、今のところ25センチのメジナが3匹です。あと2匹ね。ここで朗報です。5メーターぐらい沖で今ちょうど25センチのメジナが群れをなしております。いいね。はい、そこを狙っていきましょう、はい、あと2匹何としても釣りましょう、はい、今度こそ。ちょ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 、あれ、泉先生もダブルヒット。あ、強いよこれも。え、これまさか。またアイゴだよ。お、泉先生、またもやメジナゲットです。ナイス。25センチジャスト。こうピッてやってみたいな。さあ泉先生、はい、これでラスト1匹です。そうですね、ラスト1匹を釣りに行きましょう。はい、ナイス。さあ、とうとう雨も降ってきてしまい、メジナ5匹チャレンジ残りあと1匹となりました。さあ、どちらかが1匹釣ればその時点で終わりです。ただ25センチ満たないと延長戦です。だんだん雨も強まってまいりました。よっしゃ、来た。来た。あれ、これ意外と強いぞ泉先生。お、あれ、ちょっとちょっと、あれ、意外と強いですよこれ。あれ、あれ、あいこちゃんありませんように。あれ、あらまあ、大丈夫。なんということでしょうか。ここ行って
ジです。シマアジやりました。この緊迫した状況でまさかの非対象魚を釣り上げるという残念な結果でした。あそこに湧いてんのはじゃあアジか。さあラスト1匹のメジナが釣れません。泉先生ヒット。お強いね強いね。でかいの来たね。最後の最後で泉先生。おゆっくりゆっくりゆっくり。釣れちゃった。よーしゃまたもやまたもや嬉しい。これ何ですか。シマアジですね。シマジロウですね。いい魚や。普段だったら嬉しいんですけどね。いい魚や。非対象魚です。大丈夫です。まだ帰りませんか。やばいな。ラスト1匹が釣れる前にこいつが湧き出してきちゃったよ。いいじゃん。ということはメジナはどっかに隠れてるんじゃないですか。今の時間もう一度手前を攻めてみよう。頼む頼む。すごい引きだけど。手前もこいつかよ。こいつにやられてます。一緒に先生来た。おおすごいすごいすごい。頑張れ頑張れ頑張れ。胸張っていいね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 。胸張って胸張って竿を曲げて。いいよいいよいいよ。頑張れ頑張れ。ゆっくりだよゆっくりだよ。無理しちゃダメ。頑張れ頑張れ。見えた見えた。いいやいいことない無駄に。パワーあるねこいつ。めちゃくちゃパワーあるよこいつ。お前さ、あ、本当に本当にでかい。お前ちなみに37センチ。37センチのアイゴ。これは疲れるね。どうだ。白い。シマアジっちょ。ダメだ。シマアジしか釣れん。なんで俺シマアジしか釣れないんだろう。泉先生ヒット。おおおお泉先生ちょっと待って待って。なんかいい色してます。なんかいい色してます。頑張れ頑張れ。よし。何ですか何ですか。しかも1キロ1キロじゃないの。おえどう。あれでも上がってみると25センチサイズ。伊勢先生怪しいです。怪しいです。ギリかギリいいか悪いか。おまけはないです。ここまで来ておまけはないです。おまけお願いします。25に合わせてください。ちょっと頼ませとく。ズルはダメですよ。ズルはテレテレテレ。おこれは超
余裕のオーバーだな。行きました 26.5。 やったやりました。おめでとうございます。文句なし、大会出られる。5匹目のメジナを泉先生が釣り上げました。メジナのハードル低いね。いや、ナイスです。目白黒する。それではこれにてメジナ5匹選手権 in 西伊豆閉幕です。やっと帰れる。いやー、もう文句なしですよ。 26.5、 今日1サイズです。シマアジかと思った。結構いい曲がりしてましたよ。そう、強かった。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。決まりがち、珍しく勝ちました、ジャイジさんに。はい、それでは、まあ、もうちょっと時間があるので、はい、もう少し楽しんでから帰りましょうか。じゃあ、お疲れ様でした。またね。チャンネル登録と高評価、コメントもよろしくお願いします。お願いします。大会頑張ります。頑張ってください。はい、はい、じゃあお疲れ様でした。絶対帰んないでしょ。知ってんだから。一匹釣りたいですよ。絶対帰んないでしょ。ここからの3時間とか知ってんだから。はい、じゃあお疲れ様でした。はい、すごい引きだけどできない。ダメだ。これはシマアジじゃないよ。誰だ。シマアジです。シマアジです。残念。嬉しい。あ、刺身だな。ダメだこりゃ。今日はアジ丼にしよう。アジ丼。はい、帰ります。帰ろう。お疲れでした。お疲れ。